どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA 対象者限定キャンペーン開設ということで、ANA のですね、こちらプレミアムメンバー限定だと思うんですけども、ヒルトンホテルの HPCJ にですね、割引価格で入会することができるという風になっておりますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで今回ですね ANA の対象者限定キャンペーンということでこちらはですね ANA の前メニューね開いていただくと対象者限定でねこちらのキャンペーンが来ているっていう風になっておりまして見方はねちょっとここら辺に出しておきますけどもこちらにですね表示された方はですね今回ねヒルトンホテルの HPCJ にですね割引価格で入会することができるっていった形になります。でですねキャンペーンの詳細なんですけども期間はですね2021年の6月1日からですね2021年の8月31日までっていう風になっておりましてこちらねツイッターの方でね聞いたところだと対象者はですね ANA の SFC 会員の方またねブロンズプラチナダイヤモンドメンバーの方がね対象といった形になっておりましておそらくですね一般会員の方にはね来てないと思うんですけどももしね ANA の一般会員の方でこちらの対象者限定キャンペーンね来られてる方いらっしゃいましたらですねぜひねコメントで教えていただければなと思います。でですねキャンペーンの特典なんですけども通常ですねこのヒルトンホテルの HPCJ っていうのは2万5000円するわけなんですけどもこちらのキャンペーンのね割引特典を入れると1万円でね入会することができるっていった形になります。またこの HPCJ っていうのは有効期限がね1年間っていう風になっているわけなんですけども一応ね毎年キャンペーンとして行われていて更新手数料ね1万円で継続することができるっていった形になります。まあ1万円はね支払うわけなんですけどもちょっと後でね詳しく解説しますけども割引券ね5000円が2枚ねもらえるっていう風になりますので1万円はかかるわけなんですけども実質無料といった形になっております。それではですねヒルトンホテルのこの HPCJ っていうのは一体何なのかっていう話なんですけどもこちらはヒルトンプレミアムクラブジャパンの略という風になっておりましてこちら入会するとですね大きく4つのね特典が受けられるっていった形になります。ちょっとね一つずつ解説ねしていきたいなと思うわけなんですけどもまず一つ目がですね宿泊費の 25% オフでね利用することができます。で2つ目がですねレストラン割引 20% オフ3つ目がですね5000円の割引券を2枚もらえるっていう風になっておりまして4つ目がですね初年度シルバーステータスの付与っていた形になります。それではまず1つ目ですね宿泊費 25% オフについてなんですけどもこちらはですね HPCJ の割引価格でね予約することができるっていった形になっておりましてこちらはですねヒルトンホテルを年間通してね利用される方またですねヒルトンホテルのダイヤモンドステータスね獲得される方もしくはですねヒルトンステータスマッチを行って9泊ね宿泊する必要があるわけなんですけども、まあ、こういった感じでですねヒルトンホテルを利用する方にとってはですねかなりね重宝するのではないのかなと思います。でですね一つだけね注意点がありましてこちらね2020年にあった話なんですけどもヒルトンホテルはですねたまにセールっていうのをやるんですよね。まあセール価格でね販売するみたいなまあ、そういう時があるんですけども HPCJ の価格よりですねこのヒルトンホテルセールの方が価格がね安くなるっていうことも、まあ、ゼロではないんですよね。ですのでこれからねこの HPCJ にね入会された方であってもですねもしねセールがあった時ですねセール価格と HPCJ の現金比較ね確実にしていただいて利用ねしていただければなというふうに思うわけなんですよね。ちょっとこちらはですね HPCJ 自体はお金がかかるサービスっていう風になるのでちょっとこちらはねどうにかしていただきたい部分はあるんですけども、まあ、現状ねこういった感じになっておりますのでこの点はね覚えておいてください。でですねこの HPCJ っていうのは、まあ、どこでね利用することができるのかっていう話なんですけどもこの HPCJ のですね予約については国内17のヒルトンホテルまたね韓国にある2つのホテルがね対象っていう風になっておりまして韓国ソウルにあるコンラッドまたですね釜山にあるヒルトンホテルもね利用することができます。
ちなみになんですけども、2021年9月にね、開業するヒルトンホテルのね、LXR 京都陸っていうね、ホテルがあるわけなんですけども、こちらはですね、2021年6月現在はですね、対象ホテルに含まれていないっていった形になりますので、まあ、今後ね、入ってくるかなというふうに予想はしているんですけども、現時点ではですね、こちらは入ってないっていった形になります。それでは次に、レストラン 20% オフのね、特典についてなんですけども、こちらはですね、ヒルトンホテルに宿泊してレストランを利用する場合はですね、こちら 20% オフで利用することができます。もしですね、レストランのみね利用する場合は 10% オフでね利用することができます。またですね、バーであったりラウンジ、ミニバー、ルームサービスであってもですね、こちらの特典は利用することができます。こちらね、利用する場合注意点がありまして、客室付けで支払う必要があるっていう風になりますので、チェックアウトのね支払いで利用するとね、こちら割引が受けられるっていう風になるわけなので、仮にバーとかでねお酒を飲んでその場で支払ってしまうとですね、こちら割引対象外っていう風になりますので、必ずね客室付けにしていただいて、チェックアウトの時にですね支払うようにしてください。それでは次に5000円の割引券2枚についてですね、まずこちらはね有効期限が半年間っていう風になっておりまして、こちら HPCJ にね入会すると送付されるわけなんですけども、裏面にね有効期限が記載されておりますので、こちらもねぜひチェックして有効期限内にね利用するようにしてください。またですね、こちらの割引券は宿泊料金にもね利用することができますし、またねレストランであったりバーラウンジ料金にもね利用することができます。でですね、利用する際は5000円の券が2枚来るわけなんですけども、一度にね2枚利用することもできますし、1枚ずつね利用することもできるっていった形になります。2枚ね一度に利用できるっていうのはですね、かなりね使い勝手がねいいのではないのかなというふうに思います。でですね、こちらの注意点としては、韓国のねヒルトンホテルではこの HPCJ に韓国のホテルね2軒入っているわけなんですけども、こちらではですね、この宿泊券の割引券については利用することができないっていった形になっておりますので、こちらね注意していただければなと思います。またですね、この HPCJ に入ると初年度のみシルバーステータスがね付与されるっていう風になっておりまして、入会するだけでなれるメンバーステータスよりシルバーステータスがね1個上っていう風になっておりまして、まあそこまでね大きい特典っていうのはないわけなんですけども、ボーナスポイントもね 20% ついたりですね、そういった特典が受けることができます。それでは次にですね、こちらの HPCJ にね入会していると誕生日の時にですねバースデーケーキがねもらえる特典っていうのがありまして、こちらはねホテルに3日前まで予約していただいて、またねレストランのメインディッシュをね注文していただいた方限定にはなるわけなんですけども、こういったねユニークな特典もあるんですよね。こちらはですね、韓国のホテルでね利用することができないっていうのと、レストランのねメインディッシュを注文した方限定っていう風になっておりますので、この点はねご注意ください。でですね、利用できるホテルについては公式サイトに記載がありますので、もしね今回 HPCJ ね入会された方はですね、公式サイト概要欄にね載せておきますので、そちらにねホテル名と電話番号ね記載がありますので、そちらからね利用していただければなと思います。でですね、この誕生日っていうね日付なんですけども、一応適用期間はね1ヶ月っていった形になります。以上はですね、ヒルトンホテルの HPCJ のね特典っていう風になっているわけなんですけども、個人的にはですね、ヒルトンホテルを年間利用する方、またねダイヤモンド仕様ね利用される方であればですね、かなりおすすめっていった形になります。私もですね2020年にヒルトンホテルのダイヤモンド仕様ね行ったわけなんですけども、その前にね HPCJ ね入会して利用してさせていただいたっていった形になりますので、もしねこういった感じで利用する予定がある方はですね、ぜひね検討してみていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA の対象者限定キャンペーンでヒルトンホテル HPCJ のね入会が1万円でね入会できるということで解説ねさせていただきましたけども、もしねヒルトン HPCJ ね入会検討されている方はですね、この機会ね入会されてもねいいのではないのかなと
思います。またですね、ヒルトンアメックスクレジットカードね、発行された方はですね、一般カードの方はですね、おそらく同じ条件がね来ているのではないのかなっていうふうに思いますし、プレミアムカードに関してはですね、初年度ね無料でこちら入会することができるっていった形になっておりますので、もしねヒルトンアメックスのクレジットカードね保有されている方はですね、そちらもね確認してからですね検討ねしていただければなと思います。プレミアムカードはですね、こちら初年度ね HPCJ ね無料は無料なんですけれども、この宿泊券の割引券っていうのはねもらえないっていった形になりますので、この点はね覚えておいていただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。